Bonjour, クララです。緊急事態です。なぜなら友達が大変な状態にいます。その大変な状態は彼氏と別れたっていう。だからいろんな強め、最高な他の女性友達を呼んで、今晩は魔法をかける夜にします。で、その準備はぜひ一緒にやりたいと思います。まず、パリジェンヌとしてハートブレイクが起きるときに乗り越えるために、なんかいろんなフェーズがあるんだけど、まあ、最初はケアしよう。心、ちょっと折れてる心のケア。で、パリジェンヌのやり方は、女性で集まって、もう全部もう話す。悪口悪口なんかハートブレイクになった時に、なんか結構その美しいなんか思い出が出たりだとか、あ、それなんかめっちゃ良かった、こんないいな、それは後でもいい。これは全部のヒーリングプロセスが終わった時にいい思い出に戻ってもいいけど、一旦ぶっ壊そう。なので一緒に集まってみんなで楽しくワインを飲みながら、なんか本当じゃなくてもいいから、もう彼の全部のダメなところを言いましょう。で、魔法かけて、例えば彼が明日から右側の靴下たちを全部なくせとか、指をどっかのコーナーでぶつかってとか、こういう魔法をかけたいと思います。でもその、まずこのね、最初のステップの心のヒーリングをするために大事なのは、まあ大事な友達、美味しい食べ物、美味しいワイン、3つ。で、今日は全部用意ができましたので一緒に見ましょう。はい、パリジェンヌとして心を治してくれる食べ物は簡単で分かりやすいチーズ、チーズです。なのでなんかプレーチャー、なんかいろいろ揃ってお腹から心を治してくれる準備は今からしていきたいと思います。This is my platter. Let's go. いくつかのチーズを揃ってきました。まずはこれ。フランスから来ましたチーズ。あ、手洗いました。手を洗いました。ハートブレイク大変だね、本当に。どんな年齢になっても本当に痛いんだよね。もう何もできなくなっちゃうんだよね。もうなんか どうしてそんなに苦しいんだろう。意味わかんない。なんかハートブレイクだけはもう本当にもう寝れないし食べれないし最悪最悪。だからもう一生懸命今晩直したいと思います。フランスの美味しいチーズを食べやすくなるように切ります。まだパン買ってない。やばいやばいやばい。早く準備を進ませてパンを買いに行きます。あとはちゃんとしたフランス人だったらもういろんないいチーズ切って並ぶけど、これ可愛かったから買っちゃった。ちょっとここに入れて、あとからハーフパー。なんか多分一番辛いパターンは人生とか趣味とか、あと全部の週末とか やってることがもう全部彼氏になる時に、あとボクさんも買いました。まあ彼氏彼女恋人になる時に別れたら、もう急にめちゃめちゃ暇になっちゃって、私誰、私何すればいいとか、なんかそれがすごい辛いと思うから、私的に自分の幸せを、幸せ、自分の幸せを人にかけるんでしたらめちゃめちゃ危ない。なんか人生の目的って幸せになることだから、一番安全なのが一人でも幸せを作る。おいしそう、食べてみよう。おーらら、グリエ。これみんなが来るまで食べるパターンだね。気をつけよう。そうだから、フランス人の考え方なんだけど、付き合っても自分の趣味だとか自分の友達だとか自分の世界をしっかり持って依存しない。一番好きはもう一人の人よりじゃなくて自分、トップ好きが自分の方が幸せかなと思います。チーズ。
ハムも並んでる。生ハムってスペインなんだよね。もうこの組み合わせがやばい。ちょっとスペース足りないと思うから、このプレートでもいろいろ乗せていきたいと思います。大きいハートブレイクほど大きいプレートに美味しいものを並べなきゃいけないっていう。で、ピーイチジクショイプ。もうハートブレイクの時にここにかわいいチーズになります。乗り越えづらいのが、自身が亡くなったのと、そのいつも彼氏恋人彼女と過ごしてた時間でどうすればいいのかがすごい難しい。でそのなんか結構私いつもコメントとかでもらう質問として、自信ってどうやってつくんですかとか、その自信を持つにはどうすればいいとか。キャーベルカンレ作るのめっちゃ難しいから買いました。失敗しているところだ。自身はまあこれみんなそれぞれだと思うんだけど、私結構やってるのが Fake it until you make it っていう、まあ、英語のフレーズがあるんだけど、自身があるふりして、なんかその例えば超バカっぽいけど、鏡の前に立って、今日は成功する、あなたはすごい、あなたはできる、あなたは頑張ってるとか、そういうの自分に優しいことを言い続ける。まあ、本当に自分を大事にすることが全てなんだよね。あとこういう甘いものこれ結構好き。なんかちょっとおしゃれのもあれば、ハートブレイクの時になんか優しい味のチョコも大事なんじゃないかなと思います。振られたからだとか、浮気されたからとか、そういうのあるから、私魅力な人間じゃないとか、愛されない人間とかのは違う。買います。これ美味しいけどめっちゃこぼすね。そう、恋愛うまくいかなかったのが、自分の魅力が足りないとか自分の問題って思うより、もう恋愛って本当になんか2人で作るものだから、2人のマッチングがうまくいかなかっただけ思えばいいと思います。一緒にいた間に学んだこと、成長できたこと、いい思い出作ったことは素晴らしくて、でそれを食べてみよう。自分の宝物としてキープして、私今までなんかいろんな恋愛でめっちゃ大変な思い出はいっぱいしたけど、大変な思い出したからこそ今の私になったし、強くなった部分もあるから、後悔することが全くなくて、なんかどんな辛い経験したとかでも感謝して、どうやってそれを乗り越えて次の幸せなる自分に行けばいいかを反省タイムしてるのね。毎回そのすごい失敗したとか、私どうしてこの人と付き合ったとか、特に相手がちょっと嫌なことした時に、まあ絶対自分のせいじゃないけど、たまにそのいいタイミングで自分の中の掃除もしてもいいと思う。だからそのどうして私そんなことを今まで許してきたのか、どうしてこの人にしたのか、でたまになんか自分の中の傷っていうか、今までなんかちょっと怖いこととか心配してることがあるから、たまにちょっと相手を間違ったりだとか、良くないことを許しすぎのもあるかもしれないので、しっかり強い自分を作るのがおすすめ。だいぶいい感じになってきた印象です。あとはクランチクラッシュ、よくありそうなのが、オリー寂しいから一人になるの怖いからだとか、こんな長く付き合ったから今から別れるの嫌だとか、いろんな本当によくわからない理由で不幸せな関係にずっと長く居続けるのがすごいもったいないなと思ってて、一人は無理とか寂しくなるとか、でも正直二人にいることでなんか一人の寂しさより二人での寂しさの方がやばいと思う。だからもうどう頑張ってどう話し合って合わない、二人だと幸せにならないって分かったら、一人じゃ怖いからずっと一緒にいるのが一番不幸せと思う。すごい勇気はいると思うんだけど、勇気を出して別れて次をすぐ行かずに自分の一人の幸せを作ってから次行くのがいいのかなと思います。 OK、 なんとか形になりましたね。 Care package、 あとワイン、
Let me show you the wine. この感じだったら赤でもいいけど白がいいんじゃないかなと思いました。今晩白は準備ができたから向こうにあるテーブル見せます。今からパン買いに行って、でこのテーブルでいろんなキャンドル、まあ、食べ物、あとお花を入れて、魔女たちがもうここに周りにみんなで座って、キャンドルの光で魔法かけられるような環境にしたいと思います。やばいやばい、パン買いに来ましたね。ねやばくない、やばくない、ゴージャス。ネイルして、あとちょっと買い物をしまして、もうちょっとで時間だから急がないと。ちょっと一瞬見せる。一瞬見分けで、こういうプリーズプリーズの超かわいい色を急げー、かわいい買ったのと、こうしてスカーツ Isn't it cute? 買ったのと This blue アバイアバイウッシュ、うん、手の消毒しました。 Hey Siri、 今何時？20時3分です。Siri must have done it. Okay, we have 30 minutes. You have a candle over there. で、これ開けてみると、wow, Atelier Rouge, so cool. でも今違うところにして、trip. Okay. でこれ超かわいい。ピッ、ここいい感じ。悩む。一人が落ちた。落ちたやつは取れます。おいしい。5秒かからなければセイ。オッケー。ブレッドはこの中に。フランスだとパンは手で割れる。ジーザスも。手でやってたから、家族とか大事な友達と一緒にいると手で割れるのがマナーらしい。うわしゃ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 うんうんAlright、 音出した方が割れやすいの。もうここのカーペットが白いから赤ワイン禁止。赤ワイン禁止。Okay. なんかね、みんながフランス式にしっかり遅れて来てくれたらいいのね。人を家に呼ぶの大好き。なんか愛を込められるよね、なんか料理とか。まあ料理じゃないけど、でも好きだからこそ料理しない下手くそだから。今晩は友達を救う企画。OK! 今、my home is… そんな感じ。キッチンサイドはこんな感じ。こっちサイドはこんな感じ。ウェイ。いつも朝ここで、この中にいて、編集してまーす。ウェイはそんな感じ。これめちゃくちゃですね。めちゃくちゃここも。クローゼットの2倍が欲しい。頑張る。頑張る。あなたも、頑張ってね。どうぞ。これが Alright. ありがとう。 She's a happy song.